どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はちょっとお知らせです。皆さん、2022年に開催してずっと来ました、ガズレレライブショーツアー、なんですけど、5カ所全国を駆け巡ってきまして、見事終了したということをお伝えしておりますけれども、そのね、会場限定でこちらの CD を発売しておったわけでございます。こちらの CD 皆さんご購入いただきましてありがとうございます。で、これライブハウス先行発売ということで やらせていただいてたんですけど、ライブが終わりましたんで、この度皆さんにも聞いていただけるように、各配信サイトで配信が今もうスタートしております。詳しくはですね、今日ブログ書いたんでブログにまとまってますんで、ちょっとこうリンク貼っとくのと概要欄にも貼っときますんで、皆さんご覧になってください。例えば Spotify だとか Apple Music だとか Amazon Music とか、もう一応有名どころ LINE Music とか、そういうところで配信で聴けるようになっております。ガズレレとかガズレレソングというふうに探してもらうとですね、曲聴けると思いますんで、ぜひとも皆さんワイワイわちゃわちゃ聴いてください。ガズレレソングに関してはですね、皆さん会った時にはみんなで必ずね、大合唱するぞということでございますんで、ぜひ曲も覚えてねということでございます。さっきのね、このことについて紹介するブログ記事の中にそのことについて触れてて、レッスンの動画とかも貼ってますんでね、ぜひご覧になってください皆さん。はい、このガズレレソングス4曲入りのこの、CD の内容が配信になったよー、嬉しいぜということで、世界中のプラットフォームで、よろしくお願いしますと。はい、そういうわけでですね、そのお知らせ、これはね、嬉しいお知らせだなということなんですけど、明日ですよ、このイベント11月5日6日両日行われるイベントなんですけど、ガズ出演が決まっております。ガズのステージは11月5日の13時20分から、ちょっと20分ぐらいという短い時間ですけど、全力で、パフォーマンスしてまいります。皆さん来てください。参加方法は、ただ公演に来ていただいて公演入場料500円を支払いいただき、イベントに参加するのは無料ですからね、ぜひ皆さん足を運んでください。いつも使ってる G ラボウクレレの、ポップアップショップが、2日間とも朝から夕方までオープンしてますんで、いろいろ試し引きして、もし気に入ったのがあったらゲットもできるしということでございますが、このイベントね、いろんな企画が走ってるんですよ。これすごく面白いですよ。イベント中に素敵な写真撮った方には抽選でいろんな商品が当たる企画があったりする中で、ガズレレでもウクレレ1本わがままウクレレをご提供しているということで、もしかしたらウクレレ当たるかもしれませんよということでございますんでね。はい、でガズはどういう時間帯にいるのかということなんですけど、明日はですね、朝からリハーサルがあるんで、リハーサルで朝早く行って、そのガズのステージは2時、じゃあ1時20分からなんで、まあ3時とかぐらいまではいるかなという感じですね。最後までは多分ちょっと寝ないと思うんですけど、で6日の日曜日に関してはお昼過ぎに行く予定です。午前中着いた方もちょっと待っていただければ、僕もその辺にフラフラと現れる予定でおりますんで、そんな感じのラフな感じで、休日のね、新宿御苑という公園でですね、イベントが開催されるということで、このね、グリーンチャレンジデーというイベント、すごくこう環境省とか東京都とかTBS さんとかスターの東京 FM さんとかも関わってるビッグなイベントでね、スペシャルゲストもすごいいっぱい出るしですね、そういうイベントにね参加できてすごい嬉しいなと思います。皆さん、お気軽にご参加ください。全国各地から待ってますよ。ガズさんに会いに来てくださいね。それでは皆さん、今日は2つのお知らせでした。はい、この曲皆さん聞いてね、よろしくお願いします。バイバイ。